そうですよね。これね。これでもな、操作はね、戦闘システムの操作は全然もう覚えてないですよね。昔もこれも持ってたんですけどもね。あ、これね。なるほどね。今までの名場面ね。めちゃめちゃに元気でめちゃくちゃに強いやつ。数々の大ピンチから地球を救った。この世で一番すごい男、孫悟空。矢波丈二さんの声ですね。ナレーションね。おお、すごい。ちゃんとオープニングまであるんや。いや、僕昔これ持ってましたけどね。やるのすごい久しぶりだよね。そうそうそう、ね。チャラヘッチャラ。いや、当時としてはすごいっすね、これね。再現、なかなか再現されてるなっていう。鍵山宏信さんのね、この歌はね、おなじみですけどね。すごいですね。ドット絵でここまでよくしょ、ね、再現できましたね。はい。ドラゴンボール Z、偉大なる孫悟空伝説ですね。はい。じゃあ、スタートしますね。どっからだったかな、ストーリー的には。からか。そっか、魔人ブウ編とかからなんよね。
しい決めポーズ、かっこいいだろ。うん、すごくかっこいい。やっぱり世界一強くてかっこいいのは兄ちゃんだね。違うよ、一番強くてかっこいい人は他にいるんだ。ん、誰なの。僕らの父さんさ。まあ確かにそうやね。そうか、この時ゴテンがね、悟空のこと知らないですもんね。だってポッポ、お父さんのこと全然知らないもん。そうか、だったら父さんのこと全部ゴテンに教えてやるぞ。あ、なるほど、これで悟空のストーリーを見ていくっていう感じになるのかな、多分ね。よし、早速始めるぞ。この場面はね、原作にはない場面ですもんね。これで悟空のね、ストーリーを振り返るっていう内容なんでしょうね。どの話にするか。なるほど、選べるんや。フリーザ編、ナメック星の激闘ね。来週サイヤ人、第23回天界地武道会、ピッコロ大魔王の恐怖、第22回天界地武道会、レッドリボン軍との戦い。いいっすね、なかなかね。まあ、順番に見ていきたいですよね、やるならね。はい、はい、レッドリボン軍ね。顔パイパイです。顔パイパイってなんだかおっぱいみたいな名前だね。確かにあんまり強そうじゃないな。とんでもないわ。あなたたち、顔パイパイの強さを全然分かってないよね。いいわ、私が教えてあげる。なるほど、こういう感じで進んでいくわけですね。Dさんの形見の通信地を探して旅に出た孫君が出会ったのは、世界最強最悪の軍隊、レッドリボン軍だったのよ。ドラゴンボールを狙うレッドリボン軍と孫君の戦いは断然孫君が優勢だったの。メタリック軍曹、紫総長、ブヨンですね。差し向けてきたのが世界一の殺し屋、タオパイパイだったのよ。ドドンバタオパイパイの強さの前にさすがの孫君も負けてしまったの。でも、なんとか命が助かった孫君は、カリン島でカリン様から猛特訓を受け、再び、総船長でね、胸についてた、戦いを挑んだのよ。総船長で命が助かったんです。お父さん、頑張れ！これで戦うのか？これ、戦闘入るのかな？おとなしくドラゴンボールを渡せ。それとも今度こそ本当に死にたいか？ボールは渡さねえぞ！おめえなんかに、もうやらんねえかんな。じゃあ、ただ戦闘がね、システムがちょっともう動いてないからな、どうしたらいいのか、これ。もうでも、ダメージ与えてますけど、あれ？あ、弟かかってこい。あ、これでなんか、選ぶのか。どういうことやろうな、これ。適当に選んでみましょうか。あ、そうか、これで相手を倒したらこの画面になるんやね。舐めやがって、このクソガキが。もう説明書がないからな、どうしようもないな。あ、でも当たったみたいですね。まあ初戦の相手だから、まあそんなに強くないのかもしれませんね。あ、え、また当たりましたわ。ある程度連打してたら当たりますね。おめえの本気ってのはそんなもんなんか。あ、これも選べるのか。ガード、シュート、シュート。シュートってなんか、キックサッカーゲームみたいなね、表現ですけど。
あ、やられた、こっちが、今度は。あ、そういうことか。貯めないかんねんね、これゲージをね。回避技、こっち向こうはドドンパやってくるってことか。死ね、必殺ドドンパ。うお、跳ね返せた。あれ、ゲージが増えないな。ん？あ、やられた。おのれ、いいなっていられるのもここまでだ。増えないね、ゲージが。どうしたらいいんや、この時。連打すんのか、これ違うな。キープか。急になんかこっちがやられるようになってきた。回避技。もうヒットポイントがなんかだいぶもうなくなってる気がするね、僕はね。あ、やっと与えた。なかなか長丁場の戦いですよ。今度こそ殺してやる。おめえなんかにもうやられねえ。もうヒットポイントないもんな、もうこっち。やられる可能性ありますね、僕もね。あ、まだや。あ、そうか、あの赤いゲージが全部なくなったら負けってことか。まだ残ってるんや。
ああ、剣や。武器を使うとはね、卑怯なやつやな。とのかな。この画面の時にヒットポイントゲージが減るって感じですね。この時はだから減らないんですね。この時はね、どっちがこう、あ、これも。感じがするな、今のは。よし、こっち。あ、今度はこっちはね、ダメージを与えられそうな感じですね。でも全然、世界一の殺し屋の力は僕と味わうがいい。あ、でも向こうの方があれか、優勢か、これ攻撃が。しないね、これね。こうなると相手の攻撃の方が優勢になるんやね、多分ね。こっちは何もできなくなるというかね。なのでこの時に決めるんですね、どっちが優勢なのか。この戦いの時に、あ、もう負けたなこれ。ガキン、お休みの時間だ。ドドンパっていうことなんよね。ちょっと待った、ちょっと一旦ここでね、クイックセーブしましょうか。じゃあ今度はタオパイパイじゃなくてこっちでやってみましょう。ちょっとね、ストーリーをね、見ていくことを優先していきましょう。勝とうが負けようがね。気候法ですよね。チャパオや。タオパイパイの兄のツル仙人の弟子である天津藩が、ハッシュ剣チャパオですね。力で勝ち上がり、優勝を争うことになったのじゃ。これついたね、相撲レスラー。相手にとって不足はね。少しは楽しい勝負ができそうだ。あ、これで始まるんですね。
この時は鈴木弘隆さんですね、天津飯の声ね。この技を食らえばお前も終わりだ。亡くなっちゃったんですけどね、鈴木さんはね。この時はちょっとメーターね、今動かせましたね。耐久戦行くわよ。これやってきたか。うわ、これは減っただよね、だいぶ。おめえ、ほんとに強えな。ほら、かまけちゃったぞ。それはこっちのセリフだ。呆れたタフな野郎だぜ。おめえなら力をまんまに出しても死なねえから、ほら、思いっきりやるそうだ。行くぞ、戦闘開始。めっちゃ減ってるね。ああ、これ来た。なんてタフな野郎だ。だがこの技を食らえばお前も終わりだ。ですか、この時はね、何もできないんですよね。これだからね、相手の技が優勢になってるんですね、この時は多分ね。こっちはダメージ受けるってことですね。こうなるとね。だからこの戦いの時にどっちのが優勢でね、攻撃できるかっていうのを決める戦いってことですね。あ、こっちが優勢ですね、これ。うん、あ、もう違うか。そうでもないか。打ち負かした方がね、多分優勢になるのかなって気がするんですけど。俺は絶対に負けられん。必ずお前を倒す。行くぞ。できないからな、本当に。何ボタン押しても何の反応しないしね。ガードモードに入ってるからか、こちら攻撃できないな。当たった。あ、でもこっちが優勢になるわけでもないのか、今のでも。あ、押しまかしたね、これ。あ、でもダメか。あ、押しまかした。あれ、こっちが優勢にならないのかい。カーブになってるよ、また。振り任せた。でもダメか。どっちだ、これは。お前のような強い奴がいるとはな。だが本当の勝負はこれからだ。向こう側が優勢か。
ットコインとかでも全然な、ないからな。できないもんな、この時ジュレンガ爆レンガって何や。なんてタフな野郎だ。だがこの技を食らえばお前も終わりだ。これ次やられたら多分負けですね。一発食らったら負けですね。いやこれはもうちょっとね、もう戦闘システム分かってないからどうしようもないな。はい、負けですね。まだ1残ってる。あーでも負けた。負けちゃった。でもまだまだこれからだ。君たちの新たなる挑戦を待ってるぞ。なるほどね。じゃあ今度ピッコロ行きましょうか。今度は世界を恐怖のどん底に叩き落としたピッコロ大魔王の登場だ。というかクリリン会ったことないやろ。ピッコロ大魔王に死んでたから。天狼師様の師匠であるウタイト様タンバリンにやられてますからね。クリリンは封印されていたピッコロ大魔王が復活し、なんで知ってるんやクリリンがそこまで。永遠の若さを手に入れようとしたんだ。まあ多分話には聞いてるんでしょうけどね。悟空とピッコロ大魔王が戦うことになったんだ。この時クリリン死んでますからね。わしは武道家を見、この戦いを見てないですから。お前のようなアリの糞ほどのクソガキでもだ。うるせえ、なめくりの糞。でこれでだ、あ、気候波打ってきてるやん。これはあれですね。まだピッコロがまだ若返ってない時の戦い。最初の時だけこれメーター動かせるんですね。ないってのかな。なんかないんかな。うわー、これは痛いわ。この時の悟空はね、あ、与えた。まだ若返ってない時のピッコロですからね、この時はね。最終決戦の時のピッコロとの戦いじゃないんですね、これね。どっちだ。所詮人間のレベルはそんなものだ。消えるがいい。この時の悟空のね、この顔かっこいいですよね。これ切れた時の悟空の顔ですよね。最終決戦で。わしはこの手に世界をつかむ。誰
誰にも邪魔はさせん。青野たけしさんの声ですよね、ピッコロのこの声優さんね。うわ、めっちゃ撃ってくるな、気候が。わしはこの手に世界を撃つかん。誰にも邪魔はさせん。このカウントの時に何をすればいいんやろうな。こっちは何もね、ボタンを押しても反応しないからな。やられるしかないって感じやねんな。一応ね、ナメック星人ですからね、こいつはね。この時はまだナメック星人っていうこともわからないで、魔族ということですか、分かってなかったけどね。所詮人間のレベルはそんなものだ。消えるがいい。でもよく考えたらこの PC エンジンの技術すごいですよね。ほんと結構喋ってますからね。当時びっくりしましたけどね。いやもうこれね、戦いには勝てなくてもね、なんかこの演出見るだけで満足ですよね。アニメの演出というかね、うん、このゲームオリジナルのアニメ。勝てないですね。まあでもでね、悟空普通の人間じゃないですからね、サイヤ人ですからね。でも言ったら宇宙人同士の戦いだったってことですから、これもね。あ、負けたかなこれ。あ、もう1しかないな、1ポイントね。人間のレベルはそんなものだ。消えるがいい。これ一発食らったら終わりですね。負けましたね。終わった。感じないな。ちょっとね、時間があって6時間終わりそうなんでね、一旦ここで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。はい。この続きね、今度このマジュニアのピッコロからね、次回続きをやろうと思いますが。はい。一旦ここで終わりにします。いや、面白いですね、このゲームね。ストーリーを楽しむ上ではすごくいいですね、これね。はい。はい、実況させていただいております。シロックマンです。よろしくお願いします。はい、今あの、ラズパイ、レトロパイのね、256GB を使用してですね、PC エンジン版のドラゴンボール、偉大なる、何だっけ、孫悟空伝説か。
をやってるとこですね。はい。タオパイパイとね、天津飯とね、このピッコロ大魔王のストーリーをやったとこですね。あとは、マジュニアとベジータとフリーザのね、ストーリーをね、今からやっていきたいと思いますんで。はい。真の喧嘩。特訓してるってことかな、これはね。違う声優が。審判の声が違いましたね、原作とね。まあしょうがないですけど。時だけね、メーターを動かされるんですけどね。は何もできないよな。真爆撃が。これマジョニア選んだけど、まあ所詮はあれだね、天津飯ってことなんですね。
当たってる当たってる、すげえ今の当たってる。次の攻撃で勝負を決める。最大パワーでいくぞ。ダメだ。何をしても何も反応しないわ。避けた。あ、何もしてないけど、なんか避けましたね。神様の修行の成果で見せてもらおうか。行くぞ、トン。ん？あ、やられたね。何やっても意味がないな。次の攻撃で勝負を決める。最大パワーでいくぞ。ちょっとメーター増やせたな、今。こっち側少しだけね。どういう意味なんかな。あ、でもやられてるな。もうやられるよな、これでも。やるな、トン。だが、この必殺技は絶対に避けられんぞ。ですね。まだまだ戦いはこれからだ。めげないで頑張ってくれ。はい。じゃあ次、マジョニアの戦い見れなかったですけどね。次ベジータ行きますね。これでサイヤ人来週のね、話なんですね。はい。ベジータとナッパ。いよいよ、ベジータさんの工場だ。トランクス君のパパと僕のお父さん、どっちが強かったの？俺は父さんさ。この時兄ちゃんは、グワさんの厳しい修行を受けてたな。そうだったな、グワ。
戦闘民族サイヤ人の戦闘力は桁違いだ。うん、ピッコロが解説するんか、今度は。孫の兄であるラディッツが地球を地上げしようとやってきて、俺たちとの戦いが始まった。孫の命と引き換えに、初めはラディッツを倒した。続いて、ナッパとベジータがドラゴンボールを狙ってやってきた。桁外れの奴らの戦闘力に、俺たちは次々と倒され、地球は滅亡寸前まで追い込まれた。うん、そうですね、やられるんですよね、次々ね。帝国軍その時、あの世の海王様の下で修行してきた孫が間一髪で戻ってきて、圧倒的パワーでナッパを破って、サイヤ人の王子であるベジータとの戦いが始まった。この辺りなら、この動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけ。喜ぶがいい、貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査する。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。そのおかげで、ほら、この地球に来れたんだ。これによ、落ちこぼれだって必死で努力しゃエリートを超えることがあっかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。まあね、それを超えましたからね、最終的にはね。今は悟空の方がね、強いですからね。なかなかでもね、このゲームでは勝てないと思いますけど。あ、気候波打てるようになってる、悟空。空中細胞でね、空中戦になってね、気候波も打てるようになって。あ、でもなくなった。打てる回数限られてるんや。この時のベジータは残酷ですからね。一番ね、冷酷な時代のベジータですからね。今のね、ベジータは穏やかになりましたけどね。本当に最近のベジータはね、ドラゴンボールスーパーとかで見れば、本当になんかね、普通のなんかね、普通に人間的な心をね、手に入れたっていうか、人間的な心になりましたよね、最近のベジータね。ああ、ダメだな。やるじゃないか。だが、所詮貴様は落ちこぼれだ。それを思い知らせてやる。ああ、やるじゃないかって言わせただけでもすごいけどね、悟空は。ああね、ベジータにとって初めてね、悟空、まあね、生まれて初めてベジータが屈辱を味わった相手が悟空ですからね。そう考えるとね、ベジータにとっちゃね、すごい大きな存在でしたよね、悟空は。ガードも上がってるからかな。ブローでいかなかな。これ選べるんですよね、この選択だけはね。あ、シュート自体どうなのかな。ここだけ選べるんですよね。で、あと、なんかこう、ちょっと。ああ、でもやられたな。バニシングソバット。バニシングソバットね。勝てるはず
らない。黙れ。まあでも個人的にはね、やっぱベジータのね、ベジータはやっぱこの時代が一番好きですよね。一番ベジータらしい時のベジータだと思うんですよね。一番こうプライドが高くてね、一番こうなんかね、冷酷でね、そういうイメージがね、やっぱベジータらしいのでね、この時のベジータはやっぱ一番いいですよね。今のベジータは穏やかすぎて逆にベジータらしくないというかね、そんな気がしますね。このスカウターベジータですね。まあ、これはスカウターしてないですけど。この時のベジータはよくスカウターベジータって僕は言ってましたけどね。このね、サイヤ人の戦闘服もね、これが一番僕はいい、かっこいいと思いますけどね。ショルダーがついててね。セリフ変わりましたね。またセリフが変わりましたね。ギャリック砲が見てみたいだよな。もうやられる感じやな。あと 2,3 発ぐらいで終われちゃう、やられちゃう感じですね。はい、もうちょっとでね、もう4しかないな、ポイントが。2しかないな。あ、終わったね。やるじゃないか。だが所詮貴様は落ちこぼれだ。それを思い知らせてやる。はい、終わった。次はフリーザですね。これセルはあれなんかな、これを全部クリアしたらセルとか魔人ブーとか見れるってことなんでしょうね、多分ね。まあ、セル編までかもしれませんね。
セルがラスボスなんかもね。これは。もうこれね。それがフリーザーなの？ああ、宇宙最強最悪。破壊と暴力を愛する悪の戦士だ。到着！トランクス。トランクスくん！ずるいぞ、ゴテン。俺を仲間外れにして。トランクス！あ、ベジータ出てきた。ねえねえ、フリーザってやつとの戦い話してくれない？このガキ、誰に口を聞いているんだ。パパ、話してくれないとママに言っちゃうよ。俺との戦いが終わった後、フルマたちは宇宙船でナメック星へ向かった。ナメック星のドラゴンボールでピッコロたちを生き返らせようとした。そしてそこには惑星フリーザナンバー79で傷の手当てを受けたこの俺と、スカウターで会話を盗み聞きしやがったフリーザたちも、永遠の若さと命を手に入れるためにドラゴンボールを求めていた。俺とブラッチとフリーザ、そして途中から宇宙船で到着したカカロットも加えての三つどもえのドラゴンボールの奪い合いが始まった。やむなくて俺とカカロットたちは次々とフリーザの部下を撃破していった。そしてとうとうフリーザ本人が出てきやがった。変身したフリーザの強さはこの世のものとは思えないほどだった。悔しいが、パワーアップした俺もドラゴンボールで復活したピッコロも全く手が出なかった。この俺が倒れた時、やっと回復したカカロットが現れやがった。そして最終決戦が始まった。ああ、デンデがやられたね。これベジータがね、殺されるんですよね。泣きながら悟空にね、敵を追っててくれっつって。おめえが泣くなんて、おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。分かってるぜ、サイヤ人の仲間が殺されたのが悔しいんじゃねえんだろう。悔しくてしょうがねえんだろ。おめえのことはデッキレだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラは地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。そんなくだらないことを。フリーザーは一言だけでしたね、セリフがね。はい、はい、ああ。思っていたよりずっと強いようだね。だけどまだまだ僕の敵じゃない。この時だけメーターを動かせるんですよね、最初の時だけね。一瞬で殺したりしないよ。で、どうやって料理してやろう。どうやって料理してやろう。
たよりずっと強いようだね。だけど、まだまだ僕の敵じゃない。なかなかええな。自分で殺したりしないよ。で、どうやって料理してやろうか。思っていたよりずっと強いようだ。まだまだ僕の敵じゃない。まだまだ僕の敵じゃない。うん、思っていたよりずっと強いようだね。だけど、まだまだ僕の敵じゃない。うん、全然動かせない。まだまだ僕の敵じゃない。まあね、なかなかちょっとね、戦闘システムがいまいちよくわからないんでね、勝てないですけども、まあね、このゲームオリジナルのストーリーがちょっと見れただけでもまだちょっと良かったかなと思いますけど。思っていたよりずっと強いようだね。だけど、まだまだ僕の敵じゃない。全然攻撃がね、できないですね。自分で殺したりしないよ。で、どうやって料理してやろうか。
まだまだ僕の敵じゃない。2種類ぐらいしかこのフリーザのセリフないですね。さっきから同じことばっかり言ってる。やられるね、これね。はい。思っていたよりずっと強いようだね。だけど、まだまだ僕の敵じゃない。この時何やってもボタンが反応しないもんね。テイルハンキング、ハンキング。ああ、もうやられたね。まあ結構面白かったよ。じゃあさよならだね。まあね、このシーンはないですからね、アニメではね。やられるシーンっていうのはね。あ、ゴテンとかご飯が出てこなかったということで、一応一通りのストーリーは見ましたよね。はい。ちょっとね、戦闘システムがいまいちよくわからないんでね、ちょっと勝ちようがないのでね、とりあえずこれで終わりにしたいと思いますね。はい。まあでもね、ストーリー見れただけでも満足ですね。はい。まあこれもね、やってみてもいいんですけどね。あ、これあれか。これあれやんのか、熱血物語じゃなくて、行進曲やんね、これ。完全に。行進曲の方ですよ、これ。物語じゃないよな。行進曲やんな、これ。両方できるってことかな、物語と行進曲と。私は霊峰の東道だ。ちょっと、なござっとですね。更新曲や、これ。まあいいや、とりあえずこれはちょっといいや。X68000 をちょっと見てみましょうか。 X68000 がちょっとね、興味深いゲームいっぱいあったんでね。これもいいですよね、オデッセイもね。これ光線、オデッセイじゃないわ。どれやったっけ、これか。このブートレックスっていうのはこれね、高速線なんですよね。高速線、高速線っていうね、ゲーム機があってね、それがプレイできるってのもすごいですよね。でも知ってるゲームがないんですよね、高速船は。あ、でも親帰ってきたね。あ、じゃあこれで今日は終わりですね。ちょっとドラゴンボールしかやってないですね、今回のね、実況はね。はい。じゃあ今回これで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。